タイガーモス号っていうのは、この、ドーラたちが、えー、自分たちの基地にしている船ですね。全長40メートル弱ぐらいだそうです。これに関してね、あまり図面とかがないんですって。でちゃんとした図面は、なんかあの、味の素のにですね、ラピュタというドリンクを作るときに、なんか宮崎駿が何とか考えたやつなんですけども、このプロペラは40反転プロペラになってます。かなり複雑な機構。ラピュタの世界のほとんどが、 石炭による蒸気機関に対してこのドーラーの船タイガーモス号はこの部分にガソリンエンジンを積んでいてそのガソリンエンジンを回転させることによってこの4つのプロペラがそれぞれ反対側に回るめちゃくちゃ複雑な機構なんですね。でこの プロペラ、左右のプロペラっていうのは推進機関というふうに思われるんですけど、そうじゃない。これっていうのは、羽を上下に傾けることによって、垂直上昇とかするときにですね、あとこの羽のピッチを逆向きにやって方向を急に変えるときに使われるという、そういう設定になってます。パズーが この G さんのとかに連れて行かれた時にですね、後ろに前やっぱり巨大な歯車とかあります。で、パズーも一瞬で仕掛けを、見て仕掛けが分かって、パズーは機械の勘がいいからですね、えー、あっという間に修理をするのを手伝えた。これぐらいのテクノロジーです。で、えー、ただ、今言ったですね、羽を動かすからですね、プロペラを回す、40反転プロペラを回す、上下プロペラを回す、すべて1個のエンジンでやってるんですね。なので、めちゃくちゃ動力伝達が複雑です。この タイガーモスの先にあるです、ね、頭のところにあるブリッジではですね、電生艦で命令してるだけで、動かし方は全て現場でやってます。この命令は、えー、なんだろうな、ブリッジでやって、操作は現場っていうのも、やっぱりその19世紀末にすれば最先端の思想なんですね。後ろ側ですね、船体の向かって後ろ側に、あのフラップターの発射口があります。発射口というか飛び出し口があります。フラップターはどうなんだろうかと。 これあの人工筋肉を電気で動かしてるんですね。なので、まあ半分だけ SF です、えー。手回しスターターでここのところでクランクでぐるぐるぐるっと回してエンジンを動かしている描写があるので、なんとなくレトロな印象があるんですけども、モーターで電気、あの発電機で電気を生み出してる思想は実は当時にしてもかなり新しいです。